はい、その口のもっと好きです。こんにちは、22メイダーアポテです。ということで、さっきね、もう何分、1時間ぐらい前に出した動画があったんですけど、あれのね、あの答えがインスタでね、上がったんですよ。なんですけど、ちょっとパッと見ね、まだあの、リオちゃんの、あの、リオちゃんとリマちゃんとニナちゃんのが出るんですけど、リオちゃんのね、まあ、軽く、ほんとさらっと見たらもう動画とかもあって、これやばっ、これやばって思ったので、ちょっともう早速動画に撮って、あの、初見のリアクションとかもね、ちょっともう動画に撮っていければいいなと思ったので、今日はその動画をお届けします。ということで、20かける構成美声、ハロウィン。はい、ということでね、まあ、もう一回ね、おさらいしますと、あの、20かける構成、構成美声ですね、が、なんかハロウィン企画みたいな感じで、今ね、あの、やっていて、で、まあ、2日ほど前からね、構成美声の公式ツイッターから、クイズみたいな感じで出てたわけですよ。まあ、それは本当に、1時間前です動画見てほしいんですけど、それの答えが、まあ、今日は3人分ね、この今日の18時に、答えが出るよって感じで、まあ、僕画像がパッと出るぐらいかなって思ったら、動画とかもあって、もうこれやばい、これやばいよ、これやばいので、ご一緒それを見ていきましょうっていうお話です。ということで、見ていきましょう。はい、じゃあまずね、リオちゃんこちらです。文章読むと、リオがビセのアイテムを使ってなりきったのは、かわいいデビル。デビルでした。これね、クモの声があったんだけど、デビルでしたね。先ほどの動画で僕魔法使いって言ったんですけど、ツイッターでは僕デビルって言ったので、正解です。ということでね、デビル、スワイプしてムービーと使用アイテム一覧をチェックしてねと。あ、そういうことね。これに使ったアイテムが、そういうことね、使用アイテムって。で、ハウトゥーメイクアップも書いてあるよ。これどうやってやったのみたいな。カラーインパクトリキッドライナー BK001 を長めにキャットライン風に上手くまで書きます。でね、まあ、そういうの書いてあります。これぜひこれ見てください。これやばいね。これやばいわ。じゃあちょっと動画も見ていきましょう。はい。うおー！あ、そういうことね。かわいい。にゃーやっとるやん。うわ、美人だ、今のは。うわーい！最後やばかったね。もう一周するか。あ、いいね。え、ウインクうますぎない？リオちゃん。いや、これやばい。いや、このビジやばいぞ。このビジやばいぞ。いや、このビジやばいわ。このビジやばい。ということで、ぜひ、特に女性の皆さんね、これ How to make up みたいなのあるので、これ見ながらね、やって、なんかツイッターとかね、まあ、上げれないか、上げれないのか、危ないか、危ないので、まあ、上げれる方は上げてください。上げ、あんま、危なさもあるのでね、そこら辺は気をつけつつ、まあ、友達と楽しんだりね、してもいいんじゃないでしょうか、ということで、で、次ね、リマちゃん。リマちゃんは頭につけてるのがヘッドドレスか包帯かどっちってことだったんですけど、こちらです。まあヘッドドレスですね。まあヘッドドレスです。読み上げますね。リマが身につけているのはヘッドドレス。ビセのアイテムを使って、リマがゴシックな貴婦人に変身。いや、めっちゃ似合ってるわ。めっちゃ似合ってる。スワイプしてムービーとしてアイテム一覧をチェックしてねと。またね、これ下にHow to make up あるので、これぜひ皆さん見てください。これかわいいね。これめっちゃかわいいわ。口元なんか、ってしてる。ちょっと俺キモいんだけど。俺はキモいんだけど。これ可愛いぞ。え、いいな。新美術って楽しい。新美術って楽しいね。新美術楽しい。ということで、動画見ていきましょう。はい。いいね。なるほどね。あー、その口のもっと好きです。あー、いいじゃん。ハロウィンチックな笑い方というか。わかる？あ、いいな。演技力もあるな。あ、その口マジ好き。目線と。ここ色っぽいし。この笑い方いいね。うわ、いいわ。うわ、いいわ。これ完全にいいわ。これ完全にいい。これいいな。これまだあって、あと7人分も残ってるでしょ。今からニナちゃんの見るんだけど。うわ、これちょっとニナちゃんの見ていくか、じゃあ。じゃ、ニナちゃんがこちらです。ドン！にゃーということで。これニナちゃんがね、猫ですということで。いいね、この、いいなぁ。なんか似合ってるわ。めっちゃ似合ってるわ。いや、めっちゃ似合ってるし、かわいいわ。うわ、これちょっと動画楽しみだな。動画ちょっとじらす。動画じらす。動画じらしする。見ちゃう、見ちゃう、見ちゃおう。はい、あー、にゃー！あ、いいね、こう、んって閉めてんのいいね。うわ、色っぽい口。あー、上から目線。ウインクいいわ。ウインクっていいんだね。ウインクっていいもんだわ。この、なんていうの？んってやつと、そうして、この目線いいね。で、かっ
けえのに可愛いみたいな。うわ、素晴らしい、素晴らしい。楽しみ。楽しみ。本当に他の6人があんのが。読み上げると、ニナがヴィセのアイテムを使ってなりきったのは、可憐な猫。猫やね、そりゃ。スワイプして、ムービーと塩アイテムミリちゃんをチェックしてね、と。これね、カラーインパクトリキッドライナーっていうのは結構みんな使ってんのかな？カラーインパクトリキッドライナーっていうのをね、皆さん使ってるので、ぜひこのカラリットインパクトライナーっていうのをね、使って、ください、皆さん。BK001 かな、今のところ大体。あ、大体そうだ、こう。カラピコラピキッドライナーをここら辺でこうやってキャットライン風にやったりね。いろいろ、大体やってるわ。他の3人とも。これ皆さんぜひね、こっちにね、アイテムも一応載せときますね。リオちゃんがこちらです。で、リマちゃんがこちらです。で、ニナちゃんがこちらです。これ載ってるのでね、まあ、そっち見てほしいんですけど、まあ、一応ね、この動画でこう、止めながら見ても全然いいですよ、ということで載せときました、ということで、1時間、2時間ほど前に出した動画にもあるんですけど、今ね、3人のクイズが終わって、こう、答え合わせみたいなのが終わったんで、またね、明日からかな、今日からかわかんないけども、多分また3人がね、こう、順番に出てって、クイズがね、出てって、そのままたどっかで答え合わせみたいな、3人ずつ来ると思うんで、これ次ね、誰なんだろうっていう感じだったり、てか何なんだろうね、今は、デビル、貴婦人、猫って来てるね。これなんかその、コスプレっぽくないというか、なんかちゃんと、おしゃれに、おしゃれかっこいいというか、おしゃれハロウィンにね、構成美女さんがしてくれてるので、まあ、そういうちゃんとした美女というか、まあ、もちろんね、その、なんていうの、コスプレっぽい、着ぐるみっぽいね、なんかお化けとか、かぼちゃとかも全然僕は見たかったんですけど、こういう、ガチの、かわいいおしゃれ、メイクというか、こっちで来たのもね、ちょっと嬉しいなと。もうこの衣装でなんかしてほしいぐらいの。二重トゥデイとか、これで出んのかな？出るわけねえか。出るわけねえわ。二重トゥデイで生放送明日あるんですけど、20日ね。だから、多分その日に着ぐるみ系の仮装してきてくれれば、どっちのパターンも見れますね。これまぁちょっと期待しちゃうんですけど、勝手に。で、この構成ビセの方で、これかっこいいハロウィン。かっこいいというか、まぁ、あ、おしゃれハロウィンですね。おしゃれハロウィンの方はこっちで消化して。で、二重トゥデイってなんか可愛い系のね、コスプレチックな、そういうのがあったらいいなっていう、まあ、あんま期待しすぎも良くないんですけども、ちょっとそういうね、妄想を膨らましております。ビジューロポテです。よろしくお願いします。はい、ということで改めてね、ビセのね、公式ツイッターで、クイズなどがあって、公式インスタでこういう答え合わせは、こっちの方がでかいですね。まあでもその、いつでこっちに出るかとかもね、ツイッターの方になるのでね、これぜひ両方ともフォローしておくといいんじゃないでしょうか。そして、まあこのチャンネルもね、二重専門チャンネルなので、こうやってね、新しい情報がボン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 早くね、早めにね、こう、ポッてね、YouTube に上がるのでね、まあぜひこのチャンネルも登録しちゃうといいんじゃないでしょうか。ということで、ぜひお願いしますので、今日もご視聴ありがとうございました。